皆さんごきげんよう。引き続きハーフィンガルのロケーションを巡ります。ここへファストトラベルすると、いきなり戦闘が始まって驚かされます。
on the inside. Thank you.
ボスじゃないのに暗殺者の刃が無効化されたのはなぜなんでしょう。ドラゴンプリーストは距離をとって戦いたがるので、接近して動きを封じた上で殴るのが一番でしょう。このボルサングの場合、崖下まで降りていったり、さらにエボニーフレッシュを使うので長期戦は避けたいです。
ハーフィンガルのサイドクエストとロケーション巡りが終わりました。ペイルは首長が変わってからにします。次はリフとトリーチのどちらにするか迷ったんですが、黒炭の騎士を後回しにしてリフトへ向かいます。ご視聴ありがとうございました。